ではでは対戦やっていこうかなと思います。ナットレイきついな。ちょっとこれ終わったらパーティー変えようかな。どうしましょうかね、これは。エルフン先発で、連れてってもいいかな。あとは、耳っかな。まあ、今回はこの技持ってるポケモンはいないですが、まあ、このままいきましょうか。はい、ロトム。こちらはエルフン。ここはですね。まあ、変えてくるとしたら何に変えてくるかな。これが、あれ、シャンデラか。シャンデラこっちのパーティーに通るのかな。まあいいや。まあ、とりあえずギガドレイ打ちますか。おそらくボルトチェンジとかしてくるんじゃないかなと。なんでロトムってボルトチェンジなんですかね。放電とかでいいと思うんですけどね。まあ、両方持たせてるパターンが多いですけど。何が出てくるかな。ドリューズの可能性もあるんですよね。ドリューズ。ここで出してくるってことは、ドリューズきついな。スカーフの可能性大ですかね。で、ここは、まあ、とりあえず波乗ってもいいんですが、ロトムに変えてくる可能性もある。とはいえ、まあ、波乗りかな。多分、スカーフだと思うんですよね。あ、ダイマックスか。ドリュースとかね、ミミックって、だいたい技決まってるんですよね。まあ、第6でしょう。落ちるか、さすがに。これは降参ですかね。まあ、なんですかね、投撃室とかで積んだり、ドリューズで積んだり、ナットレイで積んだりとか、対策してるとですね、キリがないんですよね。何かしらの対策をすると、何かしらで積むっていう。
と、あ、またナットレイがいますね。うん。ナットレイ以外は結構、あの、ナットレイと、ヒロトムと、まあ、グレイシアはたまに見るか。ツボツボもそれなり見るかな。バリアードとかあの辺は、一番上なんだっけ、ベロッパフだっけ。どうしようかなこれは。これも勝ち目ないな。まあ、う先発にミッキュルナトンとか、まあまあ、負け濃厚なので。ツボツボ。で、こちら。ねえな、まあ、一回蓄えてもいいのかな、これ。って持ち物何持たせたか忘れましたね。どっか。あ、これは。どうしようもないですね。まあ、高3ですかね。早いですけど。まあ、どうせ次守るとか足来ると思うんで。どこどこのね、対策とかもね、しないといけないし、いやっぱりどこかしらね、穴がね、絶対あるんですよね。これはもう完全なトリッパーな気がしますが、イルガルド、ミミックはいけるかな。こんな感じでいきますか。ドータくんか、ブリムンか、どちらかが先発でしょうね、おそらく。ドータくん。ここはですね、もう、ダイマックス、ダイマックスをして、いい気もします。ドータ君硬いんで、ただこれで倒せなかったらあまり意味がないんですよね。あ、倒せましたね。
ゲンガ。ああ、ゲンガーは早いな。道連れとかしてくる、道連れってダイマックス効かなかったような気がするんですけども。まあ、大フォローでいいでしょう。あ、ダイマックスしてきましたね。シャドーボ、あ、大フォローか。ああ、大、一撃か。まあ、ミミック。いや、ウでいいかな。あ、でも、10万も、今回はボロ負け会になりそうですね。こっちの方が早いの？そっか。トリパだから、素早さ落としてるんですね、これ。ダイウォールとかしてくるのかな？してもあまり意味がない気がするんですが。とりあえず、ゲンガー突破できましたね。柱が。私らが何してくる？わからない。シャドーボでいいか。あ、独房高いんですよね、確か。素早さが遅くて、他が結構高かったの。あ、この独房弾は大きい。ギガドレインとかかな？コットンガード。あ、それは全く意味がないですね。まあ、最後はなんとか勝つことできましたね。